わはい、今日はね、今もんちゃんのお車にお邪魔させていただいてですね、移動させていただいてます。レイ君もなんかね、後ろでフィットしてますね。これレイ君初めて乗る車ですけど、もう赤色の車って言ってますね。確かにね。はい、ということで今日はこれからですね、リッツカールトン大阪さんの方にね向かうということですね。はい、ちょっと堪能していきたいと思います。はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、こちらのアルフト大阪堂島さんの方にねやってきております。モンチャンカーでね送っていただいて、ここまでねやってきました。早速ねこれからチェックイン手続きの方しに行こうかなっていうふうに思います。じゃあね、行ってまいります。レイ君行こう。じゃあ先お部屋行ってます。はい、今日はね623のお部屋というふうになってます。いや雰囲気ねいい感じですね。はい、今日はね6階のお部屋となってます。はい、着きました。じゃあね623の方にね向かっていきましょう。はい、廊下結構ね暗い感じですね。本日こちらの623号室ということになっております。じゃあね入っていきたいと思います。はい、こんな感じのねお部屋です。じゃあねちょっと中進んでいきましょう。あ、結構ね広く感じますね。どうでしょう、結構広いんじゃないですか。はい、はい、景色はねもう隣のビルのねビューですね。空き地がね入ってます。はい、まあ、こんな感じですね。じゃあねちょっと詳細の方を見ていきたいと思います。まず玄関ですね、まあ、こんな感じでですね、まあ、結構ね大きい扉がありますね。で入っていただいて右側がお手洗い。はい、こんな感じのね、お、自動で開くタイプですね。レイ君びっくりしました。自動で開くタイプすごいですね。はい、こんな感じのねウォシュレットがついていて、で入ってですねすぐ左手こういったね姿見の鏡がある感じですかね。はい、でこちらですね右手に洗面台ございます。荷物置く台がねこのようにありまして、はい、ここら辺ねアロフトのパジャマがねもう入ってますね。でこれがドライヤーですね。後ほどねちょっと開けてみたいなと思います。こんな感じの可愛いですねパジャマ、ブルーとピンクがございます。でこの下にはですねセキュリティボックス、セーフティーボックスがございますという感じです。はい、まあ、クローゼットはねこういった感じで特に外はないですけど、まあ、服をねかけていただくことができます。でお水はねあモクシーと一緒にミライズですね。こんな感じの洗面、はい、ボディローションがあったりとかタオル、はい、で歯ブラシとかねございます。でティッシュですね。でこの下にはねタオルがこのようにございまして、あとスチーマーとかがねある感じですかね。はい、でこちらがねシャワーブースという感じとなってます。上にはですねレインシャワーとシャワーがありまして、アメニティねこのように置いてございます。はい、シンプルですね。でこちらですね上にやっていただくとレインシャワーで、下がね通常のシャワーみたいなので、はい、まあ、こんな感じの水圧十分ですね。はい、こんな感じです。でお部屋の方にね向かっていこうかと思いますが、先にねドライヤーちょっと開けてみたいと思います。はい、ドライヤーこんな感じのね袋に入ってまして、アロフトと書いてますね。はい、こちら多分銀座と一緒ですかね、サロニアっていうねちょっとマットブラックテイストのドライヤーです。おしゃれで、ここにね
コンセントがありますんで、このようにね、差していただいて利用ができるという感じであります。ドライヤーでした。はい。ではね、奥なんですが、こちらね、テレビ。これは角度ね、自由につけていただくことがね、できる感じになってますね。なので、引っ張り出してね、利用することもできそうな感じですね。ほら。こういう風な感じでね、角度をね、つけていただくことも可能という風になってます。よいしょ。では戻して。はい。で、ベッド周りですけど、こういった感じのね、照明。レイ君ね、もう遊んでますけど。はい。USB-A が2箇所あって、コンセントと、読書灯だったりとか、お部屋のね、マスターがあったりとかございます。で、電話機もね、ピンクのラインが入ってておしゃれですね。はい。で、こちらの引き出し、あ、閉められちゃいました。中ブルーでおしゃれですね。聖書が入っております。この色好き。はい。で、一応ね、クイーンサイズのベッドになりますかね。まあ、レイ君と2人で寝るんでね、十分かなと思います。で、奥のね、照明、ちょっとピントが合いづらいんですけど、めちゃめちゃおしゃれな感じですね、あれね。はい。まあ、壁紙とかはね、東京銀座さんと同じようなテイストになってるかなと思います。クッションなんかもね、非常におしゃれですね。そして USB-A がこちらに2箇所とコンセントがあるという感じです。はい。で、ゴミ箱があって、空気清浄機があって、冷蔵庫ね、自由にこのように使っていただくことができるという感じですね。で、電気ケトルがデロンギ製の赤のね、おしゃれ。色味のね、使い方が非常にやっぱりおしゃれですね。で、マグカップですね。で、紅茶とか、アイスペールとかがね、このようにあるという感じでございます。はい。いかがでしょうか。まあ、あるといい感じですね。まあ、やっぱりね、まだまだ新しいということもありますんでね。はい。はい。そしてね、バースデーのこちらのプレートをね、ご準備いただきました。ありがとうございます。結構大きなイチゴですね。美味しそうですね。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード下りが 40.04Mbps。アップロード上りが 43.58Mbps。ママのね、速度じゃないかなと思います。これだったらライブ配信もね、意外と安定するかもしれません。はい、ということでね、無事にアロフト大阪堂島さんの方にね、チェックイン手続きが完了いたしました。本日はですね、一泊ね、レイ君と二人で過ごさせていただきます。アップグレードは特段なくてですね、ロフトクイーン、客室ワンクイーンシティビューというね、お部屋となってまして、一泊あたり、税差込みでですね、11,495円という感じになっておりますという状況ですね。で、まあ、やっぱりね、さすがのもんちゃん、アンバサダーエリートということもありますので、スイートにね、アップグレードしていただいてましたけど、プラチナエリートの私は特段アップグレードございません。まあ、やっぱりね、この Q1 プロモーションが開始してですね、非常にね、混雑しているという状況もあってですね、まあ、逆にね、もんちゃんもさすがアンバサダーとはいえ、スイートによくアップグレードになったなというふうに思いました。はい。ということで、まあ今ね、お部屋の方、一通りね、とりあえず取り終えましたんで、これからね、ちょっと館内のね、散策などしていこうかなというふうに思います。じゃあこちら、Q1 プロモーションですね、3滞在目となりますんで、これ無事にこなせばもう6泊のね、実績がつくという感じなので、もうレイ君がね、めちゃめちゃカメラ触ってるんで、グラグラしてるかもしれませんけど、ご容赦ください。ということでね、ちょっと館内散策行ってみようかなというふうに思います。行ってまいります。美味しい？はい、レイ君に乗らせていただいてます。なんかね、乗れるみたいですね。めちゃめちゃ楽しそうです。
はい、じゃあね、これからご飯食べにですね、1階の方に向かっていきたいと思います。皆さん、はい、これね、もんちゃんが今ね、注文していただいたポテトですね。はい、レイトはね、相変わらずこんな感じでね、マイペースで過ごしてます。はい、こちらね、もんちゃんがオーダーしていただいたね、ポテトとピザですね。美味しそうです。なんか、夏物言います。大丈夫です。金持ちぐらいにパーみたいな顔、はい、なやさんとお会いしました。あ、どうぞどうぞ。はい、こちらね、もんちゃんの部屋ですね。そこシュークリーム置いていただいて、開けていただいて、お皆さんで、ね、レイ君が一番ズカズカ言ってるけど。レイ君がもう早速電気つけ、パチパチ。ライトをつけ、我が家かのように。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。で、先ほどね、もんちゃんのお部屋もちょっと見させていただいて、今お部屋の方に戻ってきたという感じですね。で、これからですね、また私の方もね、ライブをお届けする予定でございますので、ライブをしてですね、今日はね、ゆっくり休もうかなというふうに思います。ということでね、明日の朝食の時にまたお会いできればと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。レイ君もね、昨日12時半ぐらいまで寝れませんでしたからね、起きるかなって心配だったんですけど、7時半にね、無事に起きてくれました。これから準備をね、整えて朝食を食べて、もうね、多分朝食を出たらもう空港にね、向かうような感じになるかなというふうに思います。いや、朝食ね、ちょっと楽しみです。今日はね、ちょっとね、混雑が予想されるということをスタッフさんおっしゃってたので、まあ、ちょっとね、早い時間に行こうかなということでですね、まあ、8時前ぐらいに行こうかなというふうに思います。じゃあね、早速朝食行ってみたいと思います。ニー君、おはようございます。おはよう。はい、とりあえずね、朝食会場の方でご案内していただきましたけど、今ね、8時10分過ぎぐらいなんですけど、もうね、8割、9割方ぐらいね、入ってるような感じですね。やっぱりね、混んでますね。ということで早速ね、ちょっとご飯取ってこようかなと思います。はい、こんな感じでですね、持ってきました。こちらのね、卵料理ですね、オムレツだったりとか目玉焼きはテーブルでオーダーしてね、持ってきてくださるという感じですね。それ以外はね、ビュッフェスタイルという感じになってまして、結構ねメニューは豊富です。ということでね、レイ君も腹ペコなんでいただいていきたいと思います。はい、じゃあね、いただきます。うん、うまい。はい、そしてね、オムレツですね、こんな感じでふわとろです。はい、じゃあね、オムレツです。いただきます。うん、うまい。今日ジュースはね、パイナップルジュースいただいてきました。じゃあね、これ食べ進めてお部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、こちらね、2階のフィットネスの方にね、やってきました。ちょっとね、フィットネスの方を覗いていこうかなと思います。こちらゲストランドリーもありましてね、洗濯機回すことができます。はい、じゃあね、こちらのフィットネス入っていきたいと思います。はい、フィットネスね、こんな感じですね。はい、まあ、お水なんかもいっぱいありますし、かなりね、広さは結構ありますね。モクシーとかと比べるとよりね、広さあるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じのね、フィットネスです。結構ね、新しそうな機材がね、使われてますね。はい、こんな感じです。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。はい、まあ、メニューはですね、昨日ね、宿泊させていただきましたモクシー大阪新梅田さんと同じような感じでですね、まあ、めちゃめちゃ豊富っていうわけではないんですが、ただ卵料理はですね、テーブルでオーダーできてですね、スクランブルエッグ、オムレツ、目玉焼きとかね、オーダーできて、卵がね、めちゃめちゃ美味しかったです。なんか京都のね、黄身がちょっとね、赤い感じのね、卵でね、美味しかったですね。確かね、オープン当初もなんかそんなこと言ってたなっていうのを思い出しましたね。はい、あの卵料理は本当に美味しかったです。はい、ということでですね、まあ、モクシー、アロフトとね、大阪の方でお世話になりました。非常にね、あの、リーズナブルながらでもですね、あの、満足いくね、ホテルだなっていうふうに改めてね、思いました。
非常にいいステイとなりました。まあ、これからですね、まあ、東京の方にね、向かうのに、またね、伊丹空港の方に向かっていきます。で、今日はですね、あのシェラトングランデ東京ベイさんの方でお世話になろうかなというふうに思いますので、向かっていきたいというふうに思います。朝食はね、もう8時半過ぎたぐらいからもう長蛇の列っていう感じでしたね。もうやっぱり今 Q1 プロモーションもね、やっていて、やっぱり混雑ね、どこもこういう感じなのかなというふうに思いました。はい。あまりね、並びたくない方はもう早め、8時前ぐらいにね、行かれることをお勧めしたいと思います。それでもね、保証するものではありませんけど、ご容赦ください。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に、私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてそちらの方もフォロー。チェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、旅に関するお得情報など発信させていただいておりますので、ぜひ情報の取り逃し、お見逃しないようにですね、こちら、チャンネル登録とベルマークの通知ボタン押していただいて、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。でか危ない。バイバイ。